どうもー、世界各国の100億人のカラゴンです。おはようございます。カラゴンです。はい、12月9日です。はい、今日はですね、パチンコってことはないです。はい、とある方と午前中待ち合わせして、はい、とある方と午後は撮影をして、とある方と夕方待ち合わせしてという、とある時期です。今日は、はい、そんな感じです。僕だけ先に現地に向かいたいと思います。西村さんは夜中まで、なんだそんな感じです。行ってきます。K-A-R-A-K-O え、怖い。どうも、カラゴです。うん、聞いてない。え、聞いてない。いや、だです休憩中か。まあ、休憩中だね。この後ね、15分後ぐらいにまた本番始まりますけど、どうすか、感想。パチンコの、さっき言い張ったんですけど、パチンコのもうやっぱり話すると、もういくらでも正直話しちゃう。うん、なんかもうすごい盛り上がってたもんね、カラコちゃんね。朝までにした方がいいんじゃないかっていうね。朝まで話すみたいな。オールナイト全然できます。ああ、うん、なんかさ、あ、今思ったけどさ、うん、そのオフ会的な感じでオールナイトでそういうのやってもいいかもしれない。あ、それがね、あの、絶対さ、あの、ボーダー派とオカルト派で分かれんじゃん。怖いよ。そういうもん、そういうもん。そうそうそう。あ、そう。だからね、そういう話し合いになっちゃうような気がして、ディスカスね、ハルチンさんとやっぱ話してるのが楽しいですね。楽しいな。うん、ずっと話したらね。うん、ハルチン今休憩中だ。ちょっとあんま映しちゃダメだから。そっちカメラ向けられないんですけどね。あー、疲れたー。疲れたよ。聞こえますでしょうか。ハルチンめっちゃ疲れてる。ハルチンの足だけ映しちゃう。あ、動いてる動いてる。はい、というわけでね、本番はちょっと休んで本番撮影したいと思います。はい、行ってきます。はい、どうもー。どうもー。今日真ん中にいらっしゃるんですけど、なんでいるか、気になるね、これね。ね、帰ってきたんですけど、はい、あと僕の旅も、北海道編くらいからずっと見てくれてる、熱狂的ファンらしいです。あ、もう本当にね、さっき話聞いてましたけど、熱狂的も熱狂的。嘘だと思うでしょ。ねえ、100億人本当なんですよ、そのうちの一人です。そこな、そこな。ちょっとお話してもらっていいですか。はいはい、何を話します。あの、ね、あの、ジンさん、ジンさん、ジンさんです。ジンさんです。ジンさんです。よろしくお願いします。話します。100億人のファンのうちの一人です。はい。で、僕の旅、どこらへん、北海道から見て、北海道の終わりぐらいから見出しましたね。はい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 。もうそっから毎日見てます。毎日、ツイッターと、はい、もうツイッターも YouTube も、 YouTube もで、正直、ツイッター一回登録解除したんですよ。それなんでかというと、好きすぎてあのネタバレが、あ、なるほどね。終始がいつもツイッターでネタバレがあったんで、はいはいはい、見たくないって思って、ツイッターちょっと解除しようと一回解除してしまったんです。で、そっからずっと YouTube 見てたけど、やっぱり、いや、それは違うなと思って、ツイッターもやっぱり登録せなあかんなと思って、もう一回フォローしてます。今のだけで十分伝わるね、熱狂さが。あの、本当にあのネタバレ、ネタバレになると思って、カラコさんやめてって思ったけど、そういう曲、まあもうどっちも見てます。そっかそっか、そういう風に見えるっすもんね。そう、最初はそう見てましたね。それで旅打ちを始めて、僕たちを会いに来たいってことで来てくれたんですか。そうですね。最初は、その、ここまで来れるほどの資金が正直あるかなって思ったんですけど、カラコさんの動画を見てちょっと買ってるようになったんで、
それでのおかげで資金ができたんで会いに来ました。すごいね。これにもうついてこいと言わんがばかりの収益だよね。いや本当にもう合わせ神様が合わせてくれるために書かせてくれてるんだよな。神様僕正直その勝てるような人間じゃなかったんで、はい、もうそれはもうそれまで月の収支が一応プラスになってもなかったから、なかった人間が勝てるわけがないと思ってたのが、からこさんの動画を見て、もう一回言います、からこさんの動画を見て1ヶ月初めて勝ちました。すげえ。しかも額が結構40弱ぐらい言ってましたね。40ぐらいですかね、はい、うん、それのおかげでここまで来れました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございますよ。本当ですよ。ニッシーさんの笑顔ありがとうございます。ニッシーさんの笑顔ありがとうございます。ニッシーさんの笑顔ありがとうございます。笑顔好きなんですね。光栄です、本当に。何回で止まらないですけど、神が真横にいてるっていう。そうね、まあ、カナコはね、橋本環奈の元で1週間どっちかにいるみたいな話。それはたまんねえよ。でしょ。そういう感覚だよ、きっとね。女性だけど。たまんないね。でしょ。じゃあ1週間よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。右手ラッシュでしょ。両手ラッシュでしょ。ここ一日ですね、今日ね。一日だ。本当だよ。休んでほしいのに。ちょっとね。あ、もうせっかくだ、このまま今日の報告しますか。あ、そうね、そうしよう。生で、生で。生ですか。うん。まあ今日稼働なしでね。そうね。はい。ハルチンさんとの動画撮影終わりましたでも、撮ってなかったけど。あ、そうでね。ああ、そうだ、撮ってねえわ。チクった。まあいいか。トラブルがあってね、言っちゃっていいのかな、もう。AT の。トラブルがあって。ね、本当は会議室を4時までしか撮ってなかったんですけど、そうで、まあ、30分ぐらい撮ってたから、はい、終わったーと思ったら、撮れてねーっつって、ハッチーさんもアポがあるから行かなきゃいけねえし。もうね、今こうやって笑ってるけどさ、もう絶望だったよね、俺の中では、あの瞬間。うわっと思って、血の気が冷めた。マジで。おじいさんと今日ご飯行く約束してたんで、ちょっとね。あ、そうね、そうね。申し訳なかった。それは本当申し訳ないです。その時点ではそのコラボがたまらないんですか。ハルチーさんもね、同じタイミングで知ってた。そうなんですよね。まあ、こんなに同時期ぐらいにチャンネル登録したら、はぁ、すごいね。そんなにチャンネル登録しないんですけどね、あんまり。それがたまたま。たまたま僕ら二人が。はぁ。すげぇな。マジですげぇ。だから僕で言うと、たまたま橋本環奈と広瀬すずが共演した。あ、そうか。そんなそれで。夢のような、夢のような感じだった。あ、そう。夢のコラボだな。とりあえず今日の報告はそんなところかな。はい、ちょっと長くなっちゃったけどね。明日の予定は？じいさん、明日の予定どうしますか？僕はもう、全然何もないです。だから、話します。ストーカーするって言っちゃった。明日は、じいさんの車借りて一緒に、多分刑事増大の店があるんで、そこ行ってもいいですか？いいですね。僕の車は全然何ぼでも使ってる。ああ、よかった。ありがたい。むしろ3人で楽しいじゃないですか。僕はね、練習やってる。めっちゃ打ちたいんだけどね。まあ、長いんでね、まだまだ一緒に打てると。全然。そう、今のと一緒に打ちたいんで。そうっすね。2人のファンなんです。2人のファンです。2人のファンです。ありがたいっすよね。あれっす。また明日。バイバイ。チャンネル登録してね。